初代ホップトン男爵、ラルフ・ホップトン初代ホップトン男爵、ラルフ・ホップトンは、新京都革命期のイングランドの貴族、軍人、政治家、王党派の有力軍人として、台東、南西部を拠点に、議会派と戦った。庶民院議員、ロバート・ホップトンとジェーン・ケミズ夫妻の子として、サマセットで誕生、オックスフォード大学を卒業し1625年に、庶民院議員になった。 ドイツへ渡り30年戦争に参戦したこともあり、後に宿敵になるウィリアム・ウォラーと一緒に活動していたという。1640年11月からの長近議会で、はじめ議会派に属して、チャールズ一世の政策を批判、議会に対抗して、ロンドン等を確保したことにも反対した。しかし1642年3月、議会が国王から軍党推権を奪う。 民兵条例を発布すると反対したため一時、投獄された。8月に第一次イングランド内戦が始まると、王党派に代わり、最初ハートフォード公、ウィリアム・シーマーと共に、南西のサマセットドーセットで拒兵を計画、議会派のベッドフォード伯爵、ウィリアム・ラッセルとデンジル・ホリスのシェアボーン上攻撃は、不正だが、拒兵に失敗して、 南西端のコーンウォールへ退きハートフォード港と別れるとここで兵を集め襲撃した議会軍を帰り討ちにした。翌1643年に本格的な軍事活動を開始、初戦は敗れたが5月16日にストラットンの戦いで勝利すると投進してデボンへ移動、オックスフォードから援軍に来たハートフォード港とチャールズ一世の老い、モーリスの国王軍と合流。 迎え撃った、ボラーとアーサーヘジルリーチの議会軍を7月5日のランズダウンの戦いと13日のラウンドウェイダウンの戦いで連勝、チャールズ一世から男爵に除された。続いて、モーリスの兄、ルパートの軍とも合流して、ブリストルを陥落、ルパートから代理として、ブリストルを任されるまでになった。こうして、国王軍は、南西からホプトンの軍が、北のヨークシャーから、 ニューカッスル港、ウィリアム・キャベンディッシュの軍が、西のオックスフォードからチャールズ一世の本隊が3、方向から、議会の本拠地ロンドンを陥れる体制が整った。しかしホプトンは、ニューカッスル港と共に、ロンドン進撃作戦を拒否したため中止、代わりに12月に、南東のサセックスへ進出したが、ボラーも、サセックスへ進行したためウィンチェスターへ撤退。 1644年3月29日のチェリトンの戦いで、ウォラーとヘジルリジに敗れ闘心を阻まれた。やがて戦局が悪化し、応答派の劣勢になった1646年1月に国王軍司令官に任命されたが、委ねられた軍は、規律に駆けつかれ果てた兵士ばかりなため成果を上げられず、議会派のニューモデル軍司令官、 トーマス・フェアファクスが南西部へ進軍したところを迎撃したが2月16日のトリントンの戦いで敗北、デボンからコーンウォールへ退却し、トゥルーロで牢城したが、そこもフェアファクスに包囲され、3月13日に軍を解散して降伏した。戦後引退して大陸へ亡命、1652年にスペイン領ネーデルラントのブリュージュで亡くなった。死後、クイは消滅した。 abcdef 松村 p 三百三十六ウェッジウッド p 二百二十四ウェッジウッド p 三十七 p 六十二浜林 p 百十九ガードナー p 九十四 p 百五十一 p 百五十四ウェッジウッド p 百五 p 百十三 p 百六十六 p 百六十七浜林 p 百三十清水。 P69 ガードナー P176 P177 P254 P159 P298 P309 P340 P341 ウェッジウッド P192 P213 P214 P219 P224 P230 P234 浜林 P136 清水 P69P70P76 ガードナー P422P424P532P539 ウェッジウッド P283P284P292P307P309 清水 P95 ウェッジウッド P560P562 ありがとうございます。